ムリーガーと VTuber によるオンラインマージャンのリーグ戦、新域リーグ2023の第8節が9日に行われた。セミファイナルまで残り3節となった今、下位はアトラスを除く4チームが出場。実況は小林美沙、解説はアトラス監督の村上敦史が担当した。第1試合は東屋から天狗心、ゼウス、稲葉ワネル、ヘラク、レス、天海市、グラデウス、大井高春、アキレスが出場。満願でスタートダッシュを決めたのは稲葉だったが、その後は大井がじわじわと追い上げトップ目に浮上。二人のデッドヒートが展開された後、勝負が決まったのは南三局。稲葉が満願で再び抜け出すと、そのまま逃げ切りトップを手中に収めた。手術からの復帰後で最高の結果を手にした稲葉。チームも首位を独走する中、ヘラクレスが勝ちすぎてて逆に応援したくないと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、すみませんが、もうちょっと勝たせてもらいます。と、さらなる躍進をアピールした。第2試合は、東屋から、稲葉は寝る、ヘラクレス、風見九九、グラ、デウス、鈴木太郎、ゼウス、大井高春、アキレスが出場。第2試合も東一局で、稲葉が、親の満願を成就させリードしたが、その後は太郎、風見、大井がそれぞれ加点。横並びの試合が総理、広げられた。しかし東3局に、大井が、親の満願で抜け出すと、難波で太郎、宇も挽回し、Mリーガー2人の直接対決の構図が完成。その中で太郎は、風見の論敗を見逃し首位の大井を直撃する山越しの上がりを披露。単独で4万点台。に突入した。最後は大井も親の満願で追い詰めたが逆転には至らず。監督同士のトップ争い旗、ローに軍配が上がった。ダローは、タカちゃん、大井をやっつけるにはあそこでやるしかないでしょうと狙いを告白。いろんな状況が揃ったから恵まれましたねと、謙遜しながら、も、楽しい麻雀が見せられてよかったなと思ってます。これからも、名勝負がいっぱい起こると思うので、引き続き新域リーグ楽しんでください。とファンにメッセージを送った。第3試合は東屋から大井高春、アキレス、渋川難波、グラデ、ユース、松本義弘、ヘラクレス、桜林月、ゼウスが出場。3人の監督が激突した試合は渋川が連続加点で主導権を掌握。序盤から十分な点差を作り上げると、その後は悠々自適な一人旅を開始。難波でも親の飛べ満をものにすると最後は7万点オーバーの大トップで試合を締めくくった。参考記録ながら今季最高スコアを叩き出した渋川は、それはもう、監督はチームを支えるのが役目ですからねと自信を覗かせると、グラディウスは何度倒れそうになってもギリギリ耐えてるんで、ぜひぜひ応援してください。とファンを勇気づけていた。3チームがトップを分け合った今節は、ポイント変動もわずかとなり、順位変動は起こらず。セミファイナルに向けて、残り2節の動向に、さらなる注目が集まる形となった。次回の第9節は8月14日月曜日に開催予定だ。
第1試合、1位稲葉はねる、プラス 57.0、2位、大井高春、プラス 12.1、3位天狗心、マイナス 20.、4位天海市、マイナス 48.4、第2試合、1位鈴木太郎、プラス 54.5、2位、大井高春、プラス 9.9、3位風見九九、マイナス 18.、4位稲葉はねる、マイナス 46.1、第3試合、1位渋川難波、プラス 96.9、2位、松本義弘、マイナス 4.0、3位、大井高春、マイナス 30.3、4位桜林月、マイナス 62.、第8節終了時点のチームポイントすべての写真を見る、2枚、終了時チームポイント、1位、ヘラクレス 313.2、2位、アキレス 121.5、3位アトラスマイナス 65.、4位ゼウスマイナス 135.5、5位グラディウスマイナス 234.、新域リーグとは、昨年から始まった、プロアマ混合のオンライン麻雀のリーグ戦。今季は5チーム、各プロ1人 VTuber 3人が5月26日から、全10節、計30試合を行い、セミファイナル、ファイナルを経て9月8日に優勝が決まる。監督は、Mリーガーの大井高春、鈴木太郎、村上敦、松本義弘、渋川難波。